井上聖月、井上聖月、井上聖月、文政五年、1822年。明治二十年二月十六日、1887年3月10日は、日本の十九世紀中期から末期の廃人。本名は一説に、井上勝造。別号に、柳の家聖月。北越良人と申した。新州稲谷を中心に活動し、 放浪と漂白を主題とした俳句を読み続けた。その作品は、後世の芥川龍之介や種田三頭家をはじめ、杉義春などに影響を与えた。五木の出自については、諸説あるが、ほとんど不明である。没年から逆算すると、文政五年、1822年生まれとなる。本名が、井上勝蔵であり、越後長岡藩出身であることを、 高藤藩家老の岡村菊草に告げているが、長岡藩の文書が現存していないため、確定されていない。他には、世話になった酒屋への書簡一通に、井上勝三との署名があり、また、塩原家に入籍後、義理の娘に、婿養子を圧戦するための工場書に、末広さむらひとの上清月との辞書を残している。また、五木の作品の一部に、越後方言に、 顕著な、異音とと、音の混同が見られるため、これを、越後地方出身の証拠とする論もある。安政五年、1858年頃、三十代、後半の壮年であった五木は、突然、稲谷に姿を現す。以来約三十年の間、この地で死去するまで上稲を中心に放浪生活を送り続けた。五木は、文政五年、1822年、 越後の長岡藩、現、新潟県長岡市及びその周辺地域生まれと推測されている。いつきの少年期から稲谷に現れた三十代半ばまでの行情は全く不明であるが、公説によると、天保年、0年、1839年には、一旦江戸に出ているという。嘉永五年、1852年に、長野にて反抗された、吉村の母の追に、いつきの北、 乾く間もなく秋暮れぬ炉の袖が見える。また翌年、同じく長野で開発された、吉村木が変散の句集、木瀬面に、稲妻や網に、小太し魚の影の句が取られており、この頃には、廃人として活動していたと推測される。元来、稲田には、多少高額の風があり、風流風がをたしなむ、傾きのある土地であったため、書がうまく廃海の道に連じていた五木は、 文化人として稲谷の人士から歓迎された。こうして、五木は、稲谷の趣味人たちに、ホックの手ほどきをしたり、連区の席を持ったり、私文を寄合する見返りとして、主食や宿、育枠下の金銭などの接待を受けつつ、南新州一帯を放浪しながら生活した。五木は、典型的な主戦の面影が彷彿とするほどの酒好きであり、人の顔さえ見れば、 酒を勧める優長な土地柄であった稲田には、ほとんど金銭を持たず蓄えもなかった清月にとって、いつでも酒の商売に預かることのできる魅力的な土地であったようである。体中ジラミだらけで、すぐに泥酔してはね、小弁を垂れたという木を、土地の女性や子供たちは、古事記、清月と呼んで忌避したが、俳句を趣味とする富裕層の男性たちが木を優遇し、中には、 弟子として支持する者もいた。文久3年、1863年5月、高藤藩の当時の家老、岡村菊草と面会し、区集、越後寺氏の序文をこう。越後寺氏は五木が、京都、江戸、大阪をはじめ各国の俳人の北区を集めた、区集であり、署名は、菊草の命名による。また、この序文は五木が、長岡出身と自称していたことを記した。 最初の記録となる。源氏元年、1864年、全校地法商院の梅包みを訪ねて100日間ほど滞在し、家津都州を編集する。明治2年、1869年、府県村、原稲市の日枝神社の法能学を記号。翌年には、東春地下村の五社神社、西春金村の地蔵堂の法能学を記号。 この後も、たびたび社寺の奉納学を手掛けている。明治5年、1872年9月、稲村にて、柳の社僧別書が展覧会が開催され、出席者は113名を数えた。明治7年、1874年、三ス村、原稲市の橋詰玉祭と、久顔が施策している。明治九年、1876年9月、稲町の木菊園ので、 菊英修城を執筆。明治十二年、1879年3月、上海の地群、源長野市中城の久保田政裁の下で、徘徊小風紀章を執筆。この頃、当地に世を立てて定住しようと試みたことが、久保田宛の書簡から読み取れる。同書簡中には新しい世に移住するため長岡で、戸籍を取る必要を述べているが、これも、五木の出自の論拠となっている。 しか、手続き上に問題があり、定住は叶わず、南信州に帰還した。明治十八年、1885年秋頃、九州、名残の水吹きを観光。本書は、五木が集めた書家の北区をまとめ、五木の弟子であった、三鈴村の塩原梅関、こんなオリが改版したものでる。本書の罰として、五木は後に代表区と評される、落ちぐの座を定めるや窪だまりを、 柳の家の署名と共に残している。同年、五木の健康を案じた、塩原梅関の取り計らいにより塩原家に入籍し、塩原聖介と名乗る。明治十九年、1886年12月末、頃、稲村にて、病のため道に行き倒れになっているところを、発見される。塩原家に運び込まれ看病を受けるもの,の、の翌年の明治二十年、 1887年2月16日に66歳にて没する。大正9年、1920年、塩原家にて33回帰が営まれ、区費が建てられている。五木は独特な語彙をよく用いているが、口癖として最も著名なのが、千両千両である。という、共王の際に総合を崩して、千両千両と繰り返したという逸話が、 数多く言い伝えられている。五木の酒好きは当時、稲田に一体に知れ渡っていた。当然、先月には酒にまつわる句が数多く残されている。秋の新酒を読んだ、親庵に、継ぎ礼、こぼしたり今年酒、雪の日に残した、別れ端の木毛胸押しや卵酒など、季節それぞれの酒を苦にしている。また、新酒ができたことを知らせる酒屋の杉生を指す。 酒林を読み込んだ、油断なく、残暑見舞いやか林、朝し、ざむの馬を待たせた酒林などの句は、幕末から、明治初期の稲谷の一典型を表している。五木は接待の酒魚や趣を逐一、記録しており、現存する日記などを合わせると、明治16年12月から明治18年4月までの、約1年半の稲谷における、 正月の寄食寄宿生活の動向が伺える。その中で、おのおの家づくりの濁り酒を手製と呼んで昇愛している。一方で、家の主人がいなかったため家人に粗末に扱われたり、厄介笑いをされた場合は、日記に、不税なし、粗末、さらには酒なし、風呂なしといちいち書き留める性格であった。五木は、ホックばかりでなく、連ンを巻くことも多かった。 五木き前には六十四篇の連句が残されている。五木は、馬蕉記に際して、我が道の神とも拝め、沖縄の日という句を残すほどに、松尾馬蕉を尊敬していた。以上のように、馬蕉を慕った、五木の句は多数存在する。この点から、月並俳句が横行した、幕末、明治初期にかけて、正文の再評価を目指した、五木の姿勢が伺われる。その一方で、 うのくの例にあるように、物事の全体を捉える場所の感覚に対して細部のみに収まってしまう木のくがらの小ささも指摘されている。また、木は、徘徊画俗伝という文章を明治八年に選筆しているが、これは、甲州の廃人である、早川満々の残した文章の要定を写したもので、木が、小風徘徊の影響を受けていることが伺える。また、 五木は、同じ幕末期の俳人である、小林一茶ともよく比較される。一茶が六十五歳で没したとき、木は五歳。特に、一茶の冬の句、ともかくもあなた任せの年の暮れ、新年句、めでたさ持ちウクライナリオラが、春、に対して、五木が、めでたさも、人任せなり旅の春を残している点が注目される。これらの俳句の比較から、 一茶の浄土新宗的な思想と無情感に対して、五木の現世皇帝性、楽天性が指摘されている。稲谷の人事は、俳句作品ばかりでなく、五木の牧師書、筆跡も珍重していた。馬蕉に似た趣のあるばかりか、光悦などのある特殊な作法さえ忍ばせる、高画な書品、下島伊の表。特に五木は、松尾馬蕉の厳重暗記。 約1300字を暗記しており、ある荒野の店先で酒を飲みながら、闘志4枚に何の手本もなく、千字以上をしたためたという。この厳重暗記の筆跡を見た、芥川龍之介は、入信と称するをも妨げないと評した。伊つは、自身の苦衆は残さなかったが、稲谷の各地に、ホックの書き付けを残していた。稲田出身の医師であり、 自らも年少時に、五木を見知っていた、下島伊佐を、配合、空国は、五木作品の収集を思い立ち、稲谷に居住していた実定の鹿島五郎に調査を、依頼。そして、大正十年、1921年、五木の句集を出版する。本書の関東には、高浜巨子から送られた、竹高木男なり剣、小柄しに、の一句が添えられている。 この句が、松尾芭蕉、野ざらし気候の北区、京区小枯らしの実は、畜細に似たるかなを踏まえているから、虚子が五木を芭蕉と比較していたことがわかる。また、下島が、芥川龍之介の主治医であった縁から、五木の句集の抜群は芥川が執筆している。芥川は、五木は時代に引きずられながらも古俳句の大道は、忘れなかったと清月を称賛している。 また、芥川は、咲いたのは動いているやれんの花を、五木の最高傑作と称用しているが、皮肉にもこの俳句は、五木の俳優であった、橋爪山巣の作品であることが、芥川の没後に判明した。昭和5年、1930年10月には、下島伊佐を高津西二郎編集による、五木全集が出版される。 五木の屈集に掲載された、教師らの五木きさん俳句と、芥川の序文はこの前週にも再掲され、五木の評価を高める役割を果たした。また、本前週には、五木が残した日記も収録されている。昭和13、1938年、神稲軍東部教育会が、国語副督本として、清月さんを出版する。昭和31年、 1956年、作家の石川敦氏が稲氏を訪ねて、清月の取材を行い、当時、文芸春秋に連載していた、諸国紀人伝の一編として、品の国務宿風雷廃人清月を執筆。昭和49年、1974年11月、五木禅衆の増報復刻版として、井上清月禅集が、今毎日新聞社から出版され、 決定版とされる。昭和62年、1987年には、五木没後100年を迎えて、五木百100年祭が開催され、区費が3期混流されたほか、関係図書の復刊や、記念俳句大会などが行われた。平成23年、2011年、井上清月検証会により、五木の生涯を追ったドキュメンタリー映画、捕かいびとが、制作。 公開された。監督は、北村美奈緒。主演は舞踏家の田中民。井上清月に影響を受けた一人に、自由律敗人の種た三刀家が挙げられる。三刀家日記の、昭和五年八月二日の項に、寿命を兄が貸してくださった。五木全集を読む。良い本だつった。今までに読んでいなければならない本だった。五木の墓は好きだ。書は本当に、うまいとある通り。 三頭家は、五木の句を繰り返し読み、死母の情を持つようになる。昭和9年、1934年3月、52歳の三頭家は、五木の母産を決意し、山口から稲谷に向けて登場する。しかし、聖内寺峠付近は、雪が深く、4月に、新州飯田市に入ったところで肺炎を発症し、2週間、緊急入院することとなり、母産を諦める。 その4年後、昭和14年、1939年3月31日、再び山口を出立し、5月3日、列車で天竜京駅に着く。その後、稲谷に向かい、廃人であり、稲工女教諭だった前田若水の家に立ち寄り、若水の案内を得て、ようやく成月の母産を果たす。三島家の風来巨日記の5月3日の校には、 ご参の様子が百行ほどにわたって記されており、その中に、五木の墓を前にしての即銀を四句残している。日記の中に、私は、場所や一茶のことはあまり考えない。いつも考えているのは、道通りや五木のことである。彼らの酒好きや、最後のことであると書きつけている通り、三等家は、五木の作品と生き方に影響を受けたと考えられ、 正文の古事記像廃人であった八十、村地通りなどと合わせて、そこに放浪廃人の系譜を見ることもできる。漫画家の告げ吉春は、漫画作品、無能の人の最終話である、第六話、蒸発に、五木を詳しく描いている。書室は1986年12月、コミック枠、河原で石を売る。 主人公が病人のふりをしながらよだよた歩く、無意図色の古書店主人山井、山病をもじった者から無理やり貸し付けられた、漂白廃人、五木全集を読む。そして、五木の反省をその島で思い描きつつ、清月に、自らや山野井の姿を重ね合わせ、考えにふけるという筋書きになっている。最後は、五木も山井も、大馬鹿者だよ、という主人公の競りで締めくくられる。 上発には以下のような句が引用されている。告げは、漂白廃人、五木全集を読み、それに収録されていた、どこやらにたずの声聞く霞かなの一句で、清月に見せられてしまったという。告げは五木を過去を消した上発者と考え、自ら上発を試みたこともあり、五木と自分を重ね合わせてみたくなるという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。